で基本的にこういうリズムって全部口伝えなんですよ。こなくるばこなくるばとたったたたとたったたたみたいな口伝えで伝えていくから、本来の形じゃないんだけど、一応ね分かりやすくするために便宜上使ってますっていう話でちょっとお見せしますね。はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まずお送りいたします。パーカッションのワークショップ高文がお届けします。よろしくお願いします。アフリカのリズムってすごいポリリズム的って僕の動画とかでよく言ってるし聞いたことあるかなと思うんだけれども、ちょっとこの複数の拍子というか複数のリズムの取り方がもうミックスされてるのですよ。はい。でそれがちょっとよく分かんないと面白さが分かんないっていうか、ああなんか心地いいなふーんっていう感じで終わっちゃうんだけど、これが分かるとちょっとこう見えてくるっていうかね、あここでこういうふうに乗るポイントがあるんだみたいなのが、まあ、ちょっとでも分かると楽しいかなと思いますので、簡単にポリリズムワークショップを行いたいと思います。でこれは今までやった内容と結構似通っておりまして、ちょっとまあ見ていただきたいんだけど、はい、これ典型的なパターンでございます。はい、まあ、よくあるのがタン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 、こういうビート、いわゆる我々の取りやすい感情にすると1 2 3 4 1 2 3 4っていう感情に対して、それぞれが3連符タタ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 1 ear 2 ear 3 ear 4 ear 1 ear 2 ear 3 ear 4 ear っていう風に一応分析できるっていうか分類できます。はい。で、その1ターンっていうか1回ループする周期が12なわけだね。タタ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  3×4 で全部で12なんだけれども、この12をどういう風に割るのかっていうのがいろいろ噛み合わさってるというか組み合わさっております。はい。で12なんで、いろんな割り方ができますよねっていう話で、この2段目は1個飛ばしになってる、つまり12を6、タタ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 1 2 3 4 5 6、はい。でその下が、3つずつ、あこれは拍と合うのね、タン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 、1 2 3 4 1 2 3 4、完全にカウントと一致する、やつです。で最後が4つずつ、1 2 3 1 2 3、はい、これがちょっと取りにくいというかってなる方多いと思うんだけど、これは、要するに12を4つずつだね、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4、はい、こういうのもありますと。でよくあるのはだいたいね3通り、この3種類がそれぞれ1人ずつ役割を担ってて、組み合わさってるっていうのが多いです。はい。なのでこれが取れるとねすごい見えてくるっていうか取りやすくなりますので、今ちょっとやってみようか。例えばね2段目と3段目あるじゃないですか、6これとこの3段目、今この2個目と3個目をやってます。これをやるとカットカトンカットカトンっていう2対3のポリリズムになります。はい。でこれでちょっと前にやったポリリズムワークショップに参加した方は、ああこれかと、カットカドンカットカドンと懐かしいなというところです。はい。これちょっとやってみようか。片手で1 2 3 4 1 2 3 4、これをキープしながら
もう片手で1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6できない人は、口でまず歌ってみよう。カットカトン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 、はい、片手がカカットカトン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 、でもう片手がドカットカトンカットカトンカットカトン、はい、で最初の一発を両手で打つと、これはねすごいアフリカ的っていうかね、踊るときとかなんか乗るとき、こういう風に感じるとね割と合うこと多いと思う。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、3、1、2、3、じゃあ問題これよ。この下2個にしようか。下2個にすると、要するにタタ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 とタタ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 タ、はい、この2つだけを叩くとこれ4対3のポリリズムになるわけだ。カッカドカッとカッカッカドカッとカって歌ってみて、カッカドカッとカッカッカドカッとカ、片手がカね、カッカドカッとカッカッカドカッとカッカッカドカッとカで、ドがもう片手、カッカドカッとカッカッカドカッとカッカッカッカで、最初の一発を両手で叩く。これがね4対3でね、片方4に対して片方が3、こういう要素がありますよっていう話。はい、でこんな分かりやすくタンタンタンなんて叩いてないですよ。叩いてることもあるんだけど、まあフレーズになってるね、フレーズの中にこの要素が隠れてるっていうか、それぞれまあ6を感じさせるフレーズで叩く人もいれば、4を感じさせる人、3を感じさせる人、がいて、まあ、ミックスになってるわけなんだけれども、だいたいね多くの場合は今このシャンシャンシャンって踏んだ、ここでこう踊る時のステップを踏んだり乗ったりするから、まあここが我々が言う拍子ビートと考えて間違いない。だから迷ったらタンタ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 、あるいはタタタタタタ、これをこう強く感じて乗ればいいという感じです。